通西高校出身、はいはい、で通西高校って三重県の中でもかなり有数の進学校というふうに聞いてます。で今回このね、対談というか作品を作るにあたってそのきっかけとなったのが、はい、熊谷ヤバイラジオのヤバイ放談という番組 で、はい、でそこで僕が一緒に、パーソナリティをやってるという、薄井雅美くんが通西高校の出身と、はい、うん、でその同級生が林和明君ということになりますね、はい、通西高校に入り、はい、うん、でそこでもちゃんと勉強頑張ってたの、大学進学目指して勉強してたの。やっぱりそうですね、だから社会科が好きだったっていうことが勉強することに対しての嫌悪感というものはなかったんじゃないですかね。ただどうしても理系の教科に対してはやや嫌悪感があったので苦手だみたいな。そうですね、なるほどね、はい、高校卒業して、はい、中央大学に進学をしましたと。で、ね、はい、でサッカー部に入れなかったって聞いたんですけど、はいはい、そうですね、どういうことなんですかね。中央大学って大学、関東の大学の中で結構なる強豪校なんですね、うん、ということはかなりの数のスポーツ推薦者がいるわけなんですよ、うんうん、サッカー部に入るためには、うん、やはり選ばれてきた人、うん、そうじゃないと入部できなかったんです。全国から集まってくる、そういうことですね。ほうほう、全国大会で実績を出してあったりとか、うん、日本代表に選出されたりとか、うん、それなりの結果を残してきていないと入部が認められなかった、うん、その中で実績もなければ、全国大会の経験そういうものもない僕は跳ねられてしまったんですよね。全然もう相手にもされない、はい、そうですね、セレクションとかテストとかそういうものもなく、簡単に言えば門前払いっていうような。テスト受けさせてもくれない、はい、ちょっと僕の実力を見てくださいよっていうのもトライアウトなかったですね。でそれで、はい、じゃあ、まあ、入れませんでしたと、はい、でそれからどういう行動を取ったんですか。とりあえず、はい、まあ、大学生じゃないですか、はい、まあ、上京してきて、はい、ね、東京に、まあ、僕もそうですけどね、はい、田舎から出てきて、はい、東京生活ですよ、はい、どんな大学生だったんですか。じゃあ最初の入学した時サッカー部に入れずに何日か、やっぱりサッカーに執着したじゃないですけれども、うん、どうしても入れてください、僕はサッカーをするために勉強を頑張って中央大学に入学したのでということで頼み込みに行ったわけなんですよ、うん、けれど当時の僕は強い僕じゃなかったんですね。今おっしゃられたように流されちゃったんですよね僕も三重県津市っていうところから出てきまして、やはり東京、しかも一人暮らし、うん、そうなると制限されるものがあんまりないんですよね。もう誰も止めませんね。そうですよね、親の目からもね、はい、慣れてるしね。しかも大学って結構自由が利くじゃないですか、うん、となるとサッカーよりも新しいものに対する興味っていうんですか、そこに流れるわけですよね。もうサッカーへの執着がその瞬間弱まってますね。そうですよね。毎日のように夜の街に繰り出し遊び歩き、上京した目的を忘れてしまった林和明。しかしそんな日もそう長くは続かなかった。だんだんと彼の心の中に虚しさが募るようになったのだ。